今日させないもんね。おはようございます。おはようございます。はい、挿し木の第2弾。はい、今回はこちら匂いカエデ。匂いカエデ、あの臭いカエデです。臭いカエデ、これを挿し木で、もうどうしようもない形なんですよ、まっすぐで ね、うん、そうですね。これじゃ盆栽にならないんですよね、うん、まあ、曲げてもいいんですけれども、これを刺してもう一瞬で小さい盆栽にしようじゃないかというやり方です。はい、これ伸びてますから、うん、とりあえず全部短く切ります。こういうところは刺せないってことですか。これね、柔らかいんで刺してもつかないんですよ。ただあの匂いカエデはね、つきがすごくいいので、もしこうビューって伸びててもうちょっとしたら硬くなるんで、7月の半ばぐらいまでつくかな。ああ、じゃあそこまで置いといて硬くしてから刺すみたいな。うん、そう、それね、ない人ね、種類増やしたい人はそれでも大丈夫ですね。つきはいいんですよ、ほんと細くてもつくし太くてもつくし。で、どこを刺すかっていうと、上の方一気にやるんだったら、これここでここでいきます。いっ、これこれ刺しちゃうんです。これついたらいいな。で、その時にこう見たら、ほら、この枝が長すぎんじゃないですか、うん、はいはいはい、これは取ります。これはこれで刺します、はい、ね、で、ここを切っといて、こんな感じかな、ね、中枝も新芽がちょっとあるから。で、柔らかい枝はね、しおれちゃうんで必ず芽を止めてください。芽伸びてたらね。あ、これでついたら、そのまんまもうちょっとこう、ね、そうですね、かっこよく刈り込みとあれで一気にいける。これを1年でできちゃう。できます、うん、できます。すごく付きがいいんですこれ、うん、とりあえずキシベロンのところに入れときますけどね、うん、で、これをどうするかっていうと、もうまだこうまっすぐじゃないですか、うん、これはもうここで切るしかないんですよね、うん、1回切っちゃって、で、今度はこれをこっちがいらないからここで切っちゃって、はいはい、で、で、これをもうちょっと短めに切って、これはこれで。なるほど。で、さっき落っことした枝も短めに切っといて、形悪いね、どっちか1個にした方がいいね、うん、これ、これいらないですね。こんな感じで、これももったいないから刺します、はい、そしてこれは切り落とします。長い、長い枝ね、切っちゃダメです。で、こうなってどうなるかっていうと、こっからわって吹くんです。また出てくると出るんですこれ。ただ出たやつが今ない。今ない、ごめんなさい。ここまで減らしちゃって大丈夫。大丈夫です。まあポットじゃなくて土鉢の方がいいんですけど、うん、肥料やっておけばこういうところから吹きます。なるほど。ここで刺し方は同じです。はい、前回の動画を見てください。はい、オキシベロン溶液かルートにつけて深めにこう刺す。深めに刺す。はい、はい、ね、じゃあ大学もこのように刺してくれます。ルート。これが刺して、これでも2年経ってね、座が出てるからね、ここにね。うんうん、上キリキリしてますからちっちゃいですけど、葉っぱはだいぶ小さくはなります。はい、この葉っぱじゃなくてね。すごいちっちゃくなって、このくらいにはなりますよ。挿し木にしとけばね。これはだから種類違うんですよね。これは同じ匂い。これは姫です。姫ショウガ。これが普通のやつ。うんうん、でもこれでも刺せばちっちゃくなる。小さくなります、うん。これは特に姫なんで極小になってますけどね。挿し木はよくつくので。もうだって鉢に入れるだけですもんね、あと。そうですよね。いらない枝取ってね。うん、結構粘りが、2年で粘りがすごく出るので、1年目でも鉢上げもできると思いますよ。つきやすい種類ですね、はい、匂いカエデはね、どなたもつきます、これは。ちなみに挿し木はいつぐらいまで やってるんですか。5月の終わりから、うん、今もうだいぶ終盤ですよ、ね、終盤になってますけど、6月いっぱいとか、夏挿しする種類があるから、最終的には終わるのが9月の頭。あ、そこまで。はい、シタンは暖かくなってから刺すんですよ。シタンだから7月に入ってから刺すのが、うんうん、紅シタンとか白シタン。なるほど。の方が月がいいです。あと金図とかも暑い時に刺す。金図の挿し木は、まあ、つくはつくんですよ。今ぐらいから始めて、うん、7月いっぱいぐらいまで金図。なるほど。で、椿が8月に刺せるんですね。
はい、牢屋柿はね、あんまり刺したことないんですけど、なんか夏刺しだってチラッと聞いたけど、それは本当かどうかは分からない。で、猫柳が8月の終わりです。8月の終わり、それはちょっと独特な刺し方をしますので、うん、今もう刺して、猫柳は4月から全部ついちゃうんです、うんうん、ついちゃうけど伸びるんです、うん、もう刺しちゃうとこんなになっちゃってる今ね、4月に刺したら、はいはいはい、そのもう形を作っていくのが大変なので、うん、豆の、 あの添えに使うようなやつだと8月の終わりに刺すとほとんど伸びないで、うん、根が出るのが早いんですよ。だから、うん、全然問題なく、菊がやっぱり8月の終わりから9月の頭、うん、菊は花芽を見てから刺します。なるほど。じゃあまだまだ刺し木は続くと。そうですね、そうです。なるほど。これは台湾ツゲと言いますが、はい、台湾ツゲは肌がねガサガサですごい素敵なんですよね、うん、で常緑で花がちょうど真冬なんですよね、はい、花芽がこう綺麗に出るのがなんでね結構気に入ってるんですが、うん、これはねこの2本はね買ってきたのね、もうほとんど葉っぱがあんまなくてヨレヨレだったんで、でも安いからもう捨て根でもう生き返るやろうと思って、この粘り、曲、ね、粘りじゃなくて曲はいいんですよ。だからどうしようもないんですよね、これね、うん、ここからね、吹いてくんないのね、上切っても。そうなんですね。だからずっとこの形で困ってしまって、で行ってどうするかっていう話なんですけど、はい、これは挿し木ですぐつきます。なので切ります。切ります。挿します。挿しますで、ここをそっちですよね、こっちこっち、ここのこれがまだまっすぐだからこの辺かな、はいはい、切ります、うん、で終わりしたらまたここから出てくると、あのね切ったところからしか出ないの。あ、なるほど。だからこの辺から吹かないんですよこの木、はいはい、こっちも切りますね。これも切っちゃいますよ、ブツッと。これは刺します、はい、でこれここで切ります。ここかな、ここかな、この辺かな。でこういう状態で肥料やって、うん、でこれちょっと根張ってるんで一回植え替えた方がいいですけど、はいはい、これが3年前かな、うん、この太さで切ったんですよ。なるほど。上をこれと同じってことですね。そうですよ、もっと、はい、もうちょっと細かったけどこれより太かった、ずっと、うん、で先端から吹いてるんで、こうで枝もねもう2年経ったからこういうふうに枝もね、うん、できてきましたけど、はいはい、こっちから吹かないんですね。切り口からしか吹かない。なるほど。なんで もっとちっちゃくしたければここで切れば、びっくりするのはこの太さつきます。あ、ここで切って刺してもつくんだ、はい、つきます。すごい生命力。すごい生命力です。ただしとても寒がりなので刺したら寒い日があったらもうちゃんと保護してやった方がいい。とか、うん、もうビニールハウスの中置きっぱなしでもいいんだよ刺したら、うん、なんでね、あと11月ぐらいから3月ぐらいまでは外には出せません、はいはい、こいつは、はい、あの1回がれちゃうとね、がれるって寒がらせると葉っぱが黄色くなっちゃって、うん、治るのにすごい時間かかる。なるほど。だからなるだけ寒さに当てない、うん、でやたら伸びます。これこの間切ったばっかで1ヶ月経ってこんだけ伸びてて、いつも刈り込んで肥料やって刈り込んで、これはこれは先っちょ刺したこれです、これです。それがこうなる、これがこうなります。1年後、うん、そうですね、1年半ぐらい経つ、2年経ってるかな、刺しっぱなしなんでこんな感じですけど、あの上伸びたら刈る、伸びたら刈るっていう感じで、これよく花咲きますこの状態で。だからもっとこう小さく刺し、これなんか小さいでしょ、はいはい、でこれを あるんだね、次生鉢に入ったやつ、ちゃんと先っちょの細いとこ刺して、これで2年生、1年経つとものすごい根っこが出てるんで、うん、すぐ鉢上げできます。こんな感じになります。かわいい。これ出来上がりが早い木でございます。強いですね。強いですね。寒さだけ、寒いのはダメですということで、ここなんか塗ったりとかもいいんです。あ、塗っちゃダメか。ここから出てくるのか。あのね、この皮のところから芽が出るんですけど、はい、芯心配なら炭あるじゃない、はいはい、腐れ防止のね、ちょこっと、
カットパスタでこう覆わないようにしてください。折っちゃダメです。折ったら出てこなくなっちゃう、うん、だからこの芯のとこだけあの炭ちょっちょって塗る程度。 うちはほっといたけど出ましたよ、はいはい、うん、何もしなかったけど全部出た。刺し木は同じと。刺し木の方法は一緒です。ただどこで切ってどうなるかっていうお話。お話、はい。では次ですね。一切金しでという種類で、金しで自体はちょうど富士山の5合目とか、はい、あと軽井沢とかに自生している日本の木なんですよ、はい、であのソロとかイワシデとの違いはこの葉脈がくっきりしてる、うん、なんかね線がうんくっきりしてますね。シデの仲間ですからイワシデと、うん、兄弟ではあるんですが、うん、ソロとかイワシデの方が葉っぱが一回りちっちゃくてあの葉脈がちょっと薄いの、ね、うん、でこれは本当にほんのちょっと山の上行けば生えてますよ。でこの、 あのもう種が入ってるんですよ。実ですね、はい、実です。これは赤くなるとか。赤くなります。これから色が変わってで、ね、赤くなってそれから上のね一枚一枚こう重なってるところの中に種が1個ずつ入ってる。あ、松ぼっくりみたいな。そう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 、あんな感じですね。でこれが熟れてきて10月ぐらいになるとカサカサになってね、うん、こういう木の色になって、それで取るとパラパラパラって中から種が出る。これは一切金しでという種類なの。だから一切っていうのは要するになりやすいってことですから、うん、でこれがそれの苗木なんですが、はい、これがね面白いことにね、この花がね1年生でもなるんです。刺して次の年、だからこんなちっちゃくてもなる、それいいですね。面白い、うん、ところがね探したんだけど見つかんないんだよね、うん、1個だけあったような気がしたんだけど、うん、あるんだよね、どっかに探せない。そう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 、 あるんですよどっかにね。何しろ花が咲いてる時点で売れてしまうんで、大盆栽祭りの時は、うん、こんなちっちゃくて実がついてるのはいっぱい売ってたの、うん、だから売れちゃうからなくなっちゃって、最後お富士山でも売ったんで今ちょっと品切れっぽいんですけど、でどこを刺すかってこう、うん、普通ソロとかカナシではこういう風に伸びちゃうから絶えず切るんですけど、もったいないからね、ここだとちょっと柔らかいじゃないですか、うん、柔らかいところはダメです、はい、で花芽はこの葉っぱの元につくんですよ、うん、こういうところにね、こういうところに、はい、でここだともう硬くなってる、ここ硬くなってる、ここかな、こう切ります。ここでここに枝があるのでここで切ります。そうするとこれはこれでこう刺して一本になるんですよね、はい、まあ、まっすぐなんでね、本当はこういうふうにね一回曲げればいいんだけど、うん、それはついてから。これ葉っぱを減らさなくていい。ああ減らします忘れてはいけない。お葉っぱ大きいんでね必ず切ってください、はい、でこんな細い枝だと思うかもしれないですけど、うん、これが意外とつくんですよね、つくんですよ。ここの先端はダメですよ、この辺まではつかないですね。でうまくいけばこれでね、こっから新芽がヒューって伸びて花になります、うん、そういう種類だからね。だからこうなるとあとここで切るでしょ、まずでここで切ってここで切って、ちっちゃいのかっこいいのね、取っとけばよかったけどね、まさかね挿し木の放送すると思う。こういうの売っちゃうか、売っちゃうんですよ、ごめんね、ちょっとね、うん、これってこういうのとかこれは曲げたって。これ曲げたんですか。そう、よく曲げたと思います。私が曲げたんじゃないです、ね、自然にこれなんないですよね。なんないまっすぐですよ。でこのぐらいだったら曲がるから、うん、もうちょっと細いうちにね、このくらいの時にやればなんとかなるかもしれない、こうやって。これがね足元いい木からなんかどうにかしたいですよね、うん、そうなんですけど、ここで一周してるからどこで切っていいか分かんないんですよね。ここで切っても吹かないですよね。吹くよ。吹くんですか。ものすごい吹く。さっきは大丈夫、この木はこの木は大丈夫なんです。あのね、その代わり枝枯れするんですよ。同じ枝が残らないから毎年形変わっちゃうの。あ、なるほど。でこういう形になっちゃうわけ。去年もっとかっこよかったんですけど、そうなんですか、今年になったら、うん、で今ここからこう吹いてるじゃないですか。
だからここで切っちゃったらこの辺からきっと吹きますよ。胴吹きするこれ。そうなの。これもちっちゃくできるんだ。できますね。とりあえずここで切っとけば。ただこの曲がりをねもったいない。こういうのも刺せるんですか。この太さだと月は悪いですよ。やっぱり硬いからね、うん、このぐらいになっちゃうとね。色がね、うん、この辺はもう全然平気。これは平気だけど、はい、ここになるとね、取り木になっちゃうでしょ。刺し木の方法は同じです。そうなんです。同じなんで何もやることがないんだけど、まあね、でも木のね、うん、種類で、この木はここで刺すといいっていうのは分かっていただければ。はい、取っちゃおう。取っちゃおう。刺し直しってやつですよね。直しでやっぱね、ね、こうなっちゃうと今度どうするかですよね。どうしたらいいんだろうね。これ刺してみようか。あ、そこ良さそうですね。これ刺してみようか。つくかな。ここならつくと思う。この太さが。したらこれはいいだろうし。でついたら面白いでしょ。残りはもう、ね、うん、こっちはもう残りはね、残りはでもあれですよ。また吹くから。うんうん、吹いたらまた考えるんです。はい、どうなるかな。はい、意外性なんでね、本当に木の生命力を信じてください。はい、これも切りたいですね。はいはい、次はつまべにという種類のもみじです、はい。この葉っぱの先っちょが赤くなるのね。うん、爪の先が赤くなるということで、漢字で爪に紅とか、つまべに、つまべに、うん、つまべにって読むんですけど、この辺よく出てる。ちょっときれいにね、ほら。どこきれい。うん、きれい。上の方葉っぱ大きいですね。そうなんですよ。これね、実は大きくなる種類なんですね。あ、でもこっちの辺はね、ちっちゃい。うん、そう。あの作り方ですね。伸ばすと大きくなっちゃうんだよね。とりあえず切ってればあれですけどね。でね、この種類がほら、ね、あんま売ってないんですよ、つまべに自体を。で、形も棒が多くてね、うん、これ刺し木ですよね。杉じゃないですよ、はい、刺し木です。だから刺してつく種類であると、うん、そういうのを見極めて、これをこんなに伸びちゃって、ちょっと見ないうちに1ヶ月経ってないんですよね。ヒューって伸びちゃって、あれと思ったらこういう状態になってんで、うん、だからこれを取っちゃうでしょ。普通いらないじゃないですか、うん、でまあ本体の方から言えば、これ以上大きくならないように新芽をこう切ってね、切っちゃって、でもみじって上切るとここにあったでしょ、こういうふうにね、はいはい、こうありました。こうで切りました。切って少し経つとここから出るじゃない。はいはい、元から、うん。そしたらこの古いやつ、これ、うん、取ってしまえばここから枝になる。切ると一段下から出ますからね。小さくする人は小さくする。節を見て、うん、って感じですかね。ただこれいらないね。うん、これそうそう変なとこから出てる。変なとこから。ここで切っといて、もしかしたらここから発芽したら使えるかもしれないね。で、こういう切ったやつをもったいないから刺しましょうって話だね、はい。そうですよ。同じです、刺し木は。同じ。葉っぱを切る。で、柔らかい葉っぱはね、しおれちゃうかもしれないけれども、新芽を止めてやれば、この辺はちょっと微妙に。あれ、これでしょう、まず。で、この大きいのどうしましょうってことなんだけど、ここで切る。で、切る。切る。これでつけばこの葉っぱの元から出ます。だから挑戦なんで捨てないで、うん、結構これ太いとこついてるからね。そうですよね。うん、刺し木ですよ。で色もまだ青いでしょ、うん。だからそんなにあれじゃないはず。これ目出しの時だけってこと。そうです。うん、ずっと赤くないんです、この種類は。デショウジョウと一緒です。デショウジョウも赤く出るけど、ほら。綺麗ですね、でも。かわいいですよ、うん。で、こういう感じで、刺し方をね、こんだけ取れましたから、うんうん、こっちを綺麗にしたついでに、これがつけば、こんなちっちゃいのができます。刺し木というより、テーマは、親をかっこよくしながら刺す方法っていう感じになりますかね。そうかもしれない。これもぶっといんだよね。これもいらないんだよね。これ取っちゃおうか。これ、みっともないよね。ここに枝あるんでね。あ、逃げちゃった。すいません。で、これも、
これちょっと新芽なんでね、つくかどうかわかんないです、うん、ここまで柔らかいと、うん、試しに、まあ、枯れたら枯れたんですからね、はい、でこうやって置いといて、あとは枝を作っていくと、うん、そういうわけですね。まあね、刺し芽はね、うん、どんな木もほとんどしますけれども、もう切りないから切りないです、端っこから全部刺していくから、うん、切りがない。そんなところで、はい、皆さんも周りの木をたくさん刺して増やしてみてはいかがですかと。そうですね、うちはこれから庭木も刺します。ちなみに刺し木置く場所、はいはい、本田さんどういうところがいい？普通の盆栽が置いてある棚に置いてありますけど、うん、うちの場合あの豆盆栽が多いので薄い寒冷紗がかかっております今、うん、屋根にね。でその寒冷紗の下でごく普通のものと一緒に。なるほど、はい、特に日陰に置いてはいけません、うん、日陰だとつきませんから。そうそう、あとあまりにもカンカン照りでっていうのもちょっとね、うん、あれなんですけど、日が当たらないよりは当たってた方がいいです。そうですよね、はい、ただ多分あの夏越せるかどうかっていうのが関わってくるので、うん、多分半日陰を推奨してる人もいるのかなっていう、うん、あの朝のうち日が当たってて、うん、お昼ぐらいから陰になるような場所があればそこがベストベストっていう形です。そうです、はい、皆さんも参考になれば、はい、以上、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。おまけ、はい、どんぐりですね、小なら、はい、どんぐり網伏せしてね、はい、網取った後ですね、うん、みんな曲がついてますね、ぐちゃぐちゃです、ぐちゃぐちゃ。ただし網伏せをしとくと最初に出た葉っぱがぐちゃぐちゃって曲がっちゃうんですよね、はい、こういう風にね。だからこれはそのまんま鉢に入れても可愛くはないんで、これはあの剥がりをして新芽を止めてってやらないとダメですね。鉢上げは、鉢上げはね、来年でもいいし今すぐでもいいんですよ。この実がついてるうちだと実あるじゃないですか、ここに栄養が入ってるので、うん、これがしっかりしてるうちは根っこを思いっきり切って刺し芽みたいな状態にしてもつくんですよね、うん、わかりますか、うん、あの前にね、コナラの、うん、やりましたね、そうそう、鉢上げの方法は、うん、あれと同じなんで、うん、皆さんそっち見てチェックしてください、はい、でだからこれから秋になってどんぐり拾ってね、網かけとけばこういう曲のできた、結構曲がってますよ、結構曲がってるぐちゃぐちゃでね、 それがもうほんとこんなちっちゃいね、豆盆栽できるんで、そうです、お試しください、以上、はい。